はい、ちょっとね、このフィラメント巻くやつ、今日じゃないじゃん、送られてきたあの新しいフィラメントをね、確認するためですね、これのやつを逆だ。はい、このね、ABS、こういうふうに巻きがちょっとね、ちょっと微妙だなぁっていう感じなんだよな。うん、これをね、一回こっちに移すために、作りました。一応その大きさね、こう合わせて見て作ったんですけどね。これはね、案外こう、CAD できない自分でも作れましたんでね、簡単にこう穴掘ってね。でこっちにね、サーボモーター、前にこれ作ったんですけど、このねサーボはねぐる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 回るようになってるんでね、これをまたちょっとこれを固定するね土台につけて、サーボね、これ穴ちっちゃかったな、あ、いいんか、このサーボにねホーンをつけて、その本をねこれにくっつけて、あとは向こうからねこっちからネジ止めして、これぐるーっと回るような。で、あとはこっちのね土台を作ってから、そして上にねもう一個これがある、なんだフィラメント、これがあるんでね、これは昔の映写機みたいにね、こうガーッとね巻くような感じでね、自動巻き装置を作ろうかなと思います。でフィラメントね、これね穴開けたのはね、フィラメントをちょっと無駄に使わないのと、時間短縮、まあ、これでもね9時間以上経ってるよね、何時間、9時間半か、9時間半で終わってます。で、こう普通にね、埋めたりするとね1日と何時間とか書いてたんでね、ちょっとやばかったんで相当穴抜きました。これも最初ね作り方わからなくてね、まあいろいろと、まあ、YouTube 見ながら勉強して、まあ強度もまあまあ、うん、あると思います。でここサポート材、ここどうしてもね最初はいるんでね、そのためにサポート材をつけてるんですけど、これがもう簡単に取れます。横はね、ギリギリでね隙間空いてるんでね。あとここだよね、ここ受けの方、これがね、あ、厳しいね、ここ、うこいいかな、よし、はい、サポート材が取れました。はい、こんな感じになります。まあもう全部持っていかれなくてよかったですけどね。まあ基本これにフィラメント巻くだけなんでね、まあ綺麗汚いは、どうでもいいですけど。でここもね、あれ、あ、そっか、ここ最初なんだっけ、ラストじゃない、なんだっけな、うん、下のね受け、つけたりつけなかったり作る時にねやってたんですけど、やっぱり最初ねこんな感じでね、ちょっと垂れてるんですよね、こう。で途中からうまいことこう綺麗に作ってる。うん、まあ、巻くだけなんで、見た目はもう大方でいいです。はい、また、できたらまた落とそうかな。はい、以上になります。これがね、ちなみに20センチです。で、これのね、台が、22センチまで作れるんでね。で、高さも一応20センチだからね。ちょっと、うん、こんな感じだけど、いいかな。はい。で、一応、なんだ、あれ、ここ。この穴ね、フィラメントを最後こう、巻き戻らないようにする穴を4箇所と、あと中、最初のね、フィラメントを差し込む場所、ここにあります。1箇所作ってます。そのぐらいですかね。はい。